ホルガビートスヌースコールーネは、デンマークコペンハーゲン出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス145位、ダブルス1080位。身長188センチメートル、体重77キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳からテニスを始めた。2016年から、ムラトグルーテニスアカデミーで養成している。 2017年にヨーロッパジュニア選手権で優勝。2019年ジュニア全仏オープン決勝でトビー・アレックス・コダットを下し優勝。同年の ITF ジュニアファイナル決勝でもアロルドマイオを下し優勝し、ITF ジュニアランキングで1位となった。これらの活躍により、ルーネはデンマークの全スポーツで年間最優秀選手に選出された。 ジュニア時代は2017年から2019年にかけてシングルスで7大会、ダブルスで4大会に優勝。2019年6月にブロワでチャレンジャーデビュー。同年7月にポンテデーラでフューチャーズデビュー。以降2020年3月までにチャレンジャーとフューチャーズに出場していたが、ここまでのシングルスでの最高成績はチャレンジャーが2回戦。 フューチャーズが準々決勝までであった。2020年9月のクロスタースのシングルス決勝で、イエスパーで4グを下し、フューチャーズ初優勝。翌週のメリーリアでは、シングルス決勝で、チモフェイスカトフに敗れ準優勝となったが、同大会、バランタンロワイエとペアを組みダブルスで、フューチャーズ初優勝を挙げた。その後2021年2月までフューチャーズのシングルス、3大会で、 優勝、2大会で準優勝、ダブルス1大会で準優勝。2021年3月のブエノスアイレスでワイルドカードとしてツアーデビューし、1回戦でラモス・ビニオラスと対戦。6から2、4から6、3から6で敗れた。3月のサンティアゴの1回戦でセバスティアン・バイスを2から0で下し、ツアー初勝利を挙げると2回戦で 第2シードのブノアペールも2から0で下し、トップ30相手に初勝利。3回戦でデルボニスに0から2で敗れた。5月のオエーラス4で、チャレンジャーで、初めて決勝進出したが、ガシタンエリアシュに1から2で敗れた。翌週のビエッラ7チャレンジャーの2回戦で、オエーラス決勝で敗れたエリアシュを2から0で下すと、そのまま2週連続で決勝進出。トルッティ フルセットタイブレイクの末勝利し、チャレンジャー初優勝を挙げた。この大会準決勝のエチャベリー戦で、ティンクセスピラー、マンド、ドゥカン、クラフティディーム一家のオヤットセルブ、ドゥジー・アールベア・オージー・スピラー・バサラブ、アレ、ボス、など暴言を吐いたことで、大きな批判を浴び、その後インスタグラム上で謝罪した。また、ATP は、この件でルーネに、罰金1500ユーロを貸した。 8月第2週のサンマ割の決勝で、オルランドルスを2から1で逆転勝利し、チャレンジャー2勝目を挙げると、翌週のベローナ決勝でセルダルシッチオニの0で下し2週連続となるチャレンジャー3勝目を挙げた。翌週の全米オープンで初めて、グランドスラムの予選に参加。予選1回戦のラツコ、2回戦のクルーガー、3回戦のモーラインを下し、 初のグランドスラム本戦入りを果たす。本戦1回戦で、第1シードのノバク・ジョコビッチと対戦し、1から3で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。